半田付けのライブを行ってまいります。講師に本日は、松山力さん、まっちゃんですね、いわゆる通称まっちゃんをお呼びして、お届けしていきたいと思います。では松山さんに変わります。はい、はい、この番号半田付けはい、わかりました。じゃあもうこれはあとはね、あのほぼは喋りなしで、これはい、喋りなしで、はい、これ教えてください。何ですか？はい、これはうちの今来てるんですけれども、こういうのまあ取り出せるけど、もしある運びが大変で、その代わりにこれで窓付けこれで置いて、この布に固定したりやりやすくなりますけど、結構重いんで固定できます。動かない。あとは細かいコンピューターの取るのにこうやってやったりと判断取れない。お、掴んだら、加えたら離さない。加えたら離さないのは大事です。まあ、大体天気と窓辺だけありだ、買い物ってから、けど本当はちゃんと持ってった方が、トイレで、できる方が、はい、お家でやるときはこれ、はい、持ち運びはこれということですね。まあ、はい、慣れてる方がいいですからね。慣れてる道具を使いましょうってことでした。あとは、半田でテーブルが、傷つかないように必ず、使います。へえ。意外と溶けちゃうんですよね。うん、溶けるね。これですね。何でもいいんですよ。ガードマン。あれ、シガールさん、あそこに。はい、シガールさん、そこからコメントしてる。じゃあ、始めていいですか。はい、少々お待ちください。はい、今ね、この技は、真似させてもらってますって方はこちらにいらっしゃる方です。こちらの方がコメントくれました。ディレイがあるんでね、気づくの遅いんですよ。ディレイがあるんで気づくの遅いんですが、こちらの方でした。顔バレ案件でした。はい、では松山さんのはい、では手元アップでいきましょう。こんな感じでいきます。どうぞ、はい、好きにやってください。まずはこの手に当てて、はい、なんだそれ、ダメなやつだな。ちょっと待って、ちょっと待って、ってるけど、この手を当てたらあ、これ使いたくないです。ん？ハイブレッドじゃない。何？ハイブレッドじゃない。キャリパー。キャリパーついてる。うん、ちっちゃいネジってなんだろうな。ちっちゃいネジめった使わないよな。ここに刺しとけば。ここに。いや、二点六です。あ、サイズ違う。これをギアギアガイドにつける、取ってるけどまずは全部取っちゃいます。まずこれを全部取っちゃいます。使い回しなので一旦配線を全部外します。一気に取ってください。何もためらわずに、ためらわずに全部外します。あれ、よくないよ。他のコンセントにしましょうか。ああ、どうした。
電気代払ってきたので今つながりました。ちょっと時間をかけていただきます。はい、ではしばし走行動画見れないかな、ここからじゃ。じゃあシュークリームどうぞ。あ、とってあんの、まる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 。はい、感想を一言。感想を一言。美味しい。中がすごいね、それあのネバネバしてるんですよね。はい、わかりました。マッコリのヤバゲタン来てるんですね。そうですよ。本日はナックル散歩ということで、ナックル山田さんと秀樹さりさん、こんばんは。いつもありがとうございます。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日もお越しくださいましてありがとうございます。松山さんがですね、こういったお仕事をしている間に私はこういったところをね、これを自分の車に貼ったり剥がしたり貼ったりしようと思ってます。まだだな。あ、来た、もちろんね。ハンダだけに判断します。ハンダごてのワット数は何ワットですか。48ワット。ただこれはちょっと太い方がいいです。太い小手先一気にかかってこれないと、あの、取る機会がかかってないですね。はい、高めの温度で一瞬にして取る。高めの温度で一瞬にしてスッと取る。ずっとの時間はダメ。うん、ちょっと短いっしょ。ちょっとハンダをつけて、溶けたハンダで誘って溶かす。はい、短い時間で外していきましょうってことですね。いつもふざけてると思いきや、たまに真面目なことをするアコチャンネルです。はい、お肉を焼くときと一緒ですね。お肉を休ませる。はい、先ほどからまっちゃんが一生懸命言ってるのは、この隙間、ここまで
まず線を当てて、でハンダを溶かし込むということを、ここね、ここを申しております。なので今回はそういったところもちゃんと綺麗にやってくれるんですか？やってくれるの？バックルートの方はこの場合に用意いただくので、はい、はい、やっていきます。まっちゃんはペースト使わないの？ペースト、これ使う人いるじゃん。これ、これは使わない派？変わらないですね。 OK、 はい、じゃあもう一個聞きたいことがあります。これは、はい、の月に来い届くから、あ、使うのね。やっぱりこの落下部だったらつけた方がやりやすいかな。そうですね。あとこのハンダ、ハンダについて、そう、このハンダは大好きなハンダですか？高いけど。なんで高いんですか？なんで高いんですか？配合によって値段が変わります。このスス60鉛40がいいんですか？6464が松山さん、ヤニ入り、ヤニ入り64ね、これが、松山さんのこだわりということだそうです。真面目に喋ってるね。いろいろキリがないんですね。ただ見かけられてるね。キリがないね、そうだね。まあ、フリーハンダーを取ったり、はい、どうやって取る？ちょっとこういう感じで軽く溶かしてペンペン、うん、OK、 はい、それをね、空中で振って床に落とす手もありますよ。空中でフッて振ってここに落とす。はい、はい、はい、だからできるだけ古いハンダは捨てましょう。はい、はい、古いハンダがこれね、一番右だけ、一番右だけ綺麗、ある程度、ある程度綺麗に取れました。はい、ごめんね、はい、ポイントは一回新しい判断をつけて誘って、うん、はい、はい、2個目はい、3個目はい、4個目、もう勢いで5個目、はい、全部綺麗。ちょっと真ん中3個目だけ、3個目、そう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 はい、はい、ちょっと裏も見てみましょう。裏も綺麗にしてます。今日はハンダマニアです。ピコさん、こんばんは。こんばんは、ピコさん、ありがとうございます。ピコさんは個別の連絡を差し上げました。あゆカクカクシカジカです。はい、大魔王さん、こんばんは。今日は早いライブですねってことですね。はい、もう作業をねしたかったので、何しろこのタイミングでもう作業をされる方、この講師の方がね中心になってライブしてまいります。
っていけば。待て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 。はい、新しいハンダを持ってちょっとだけ持っておきます。これから半数を考えます。なやりたいね。 OK。 これでいいかい？うん、こっちだとコードがやりづらい。うん、こうこうして綺麗にやりたい。うん、そのためにはテープはこっちが楽なの。そうだね。うん、やりにくいよね。これをやるためにはあんまり前に続けてすぐこっちになったら、うん、なのでこうなったら、うん、まあ、じゃあこっちから繋げないの、うん、こっちからこっちから出さないの。こっからセンサーコードをやりることない。そうだね、センサーコードの関係で。そうだね、こっから下に、そう、こっから下に出すのはどうだろうと言ったんだけど、このセンサーコードがダメ。これね、そう、そうだね、うん、ここだけが悩みどころになって綺麗にね、こうやるか。そうだね、うん、だから自分は結構こっちが多い。うん、こっちが多い。ファンはつけないの？その時はファンはつけるの？ファンもついたりつけなかったのに、ついたりこうなったのに。そうだね、それによってちょうど斜めになるので、ちょうどいいな。うん、やるやつ。うん、ちゃんと合ってるなってて。うん、ちょっとこれ持ち主の人に聞いてみれば、裏でやるのどうだって。持ち主の人に聞いてみれば。そうですね、うん、こっちでやろうかって。うん、写真撮って LINE してみれば。これ見ようって、コードの長さとか、うん、配置がちょっと変わる。なので変わります。回答が来るまでちょっと他の準備をしなく、連絡した？連絡したり、うん、じゃあこれ連絡しないよ。まずなります。はい、うん、これはこれは、いいよ、いい、はい、ご依頼主様に聞いてみようということですね。で、聞いてる間にモーターの端子をつける。持ち主、持ち主。モーターの端子をつけます。はい、はい、はい、平べったいのでなかなかハードルが高いです。はい、そこに出るモーターとか、はい、一度に出てみても
このセットで使えばいいと思う。だからこれをそのまま置いとけばいい、うん、はい。コチュですか、コチュ、はい。ちょっとね、微妙に違う時もあるんですけど、今回は大事ですね、同じ。あ、同じじゃないよ、ちょっと微妙に違うので、届いた方がいい、これとこれ、全然違うだけね。あー、もうちょっとアップ、ストップ、ストップ。はい。断面が、はい、丸といでとフラット、はい、はい、これはちゃんと取り付った方がいいですね。どっちから端子を入れるんですか、この丸い丸い、こっちから、ね、丸い方がこっちに、まあ、じゃあちょっとストップストップ、はい、ここからここを差し込み口として使いましょう。ダメな方は、はい、こうなりますね。人間フラット、はい、こっちがダメな方です。なので1個だけください。これがダメな方で、こっちがいい方。あ、意外とハベネコ買ったり、うん、違ったかな。丸い方をやあの立ち込みできるためにこっちを見ていた方が、はい、必ず揃えましょうってことですね。はい、ありがとうございました。はい、揃ってないのがやだ。まず金の端子にちょっとだけつける。手順はちょっとハンダつける、ちょっとハンダつける、合体する。合ってる？ハンダとハンダをつける。うん、マジ。OK です。マジつける。じゃあこれをね、こうして。あ、これはマウンターがあるから。あ、GRK の場合は、そう。今回つけっぱなしなので、だいぶ動かない。はい。予備ハンダを、予備ハンダって呼ぶのね。ここだけまずいきなりつけないで、まず温める。温める。はい。温まったかな。ここに広がる。うん。ちょっと入れる。ちょっとだけつけて。はい、広がった。オッケー。感じ。温める。はい、オッケー。よっ、あれ、もうちょい入った、ちょっと多いそうだね、まあ、ない、はい。で、今度はモーターの、予備ハンダーのここに温めて感じなく乗り込む、はい。数秒、小手先を数秒端子に当ててから予備ハンダ、ハンダを入れると。ただ何十秒も、はい、何十秒も温めると中の基板の方まで熱が伝わってしまうので、いい塩梅でやりましょうってことですね。いい塩梅で。ちょっと待って。ピンセット。はい。はい、ピンセット投入です。これは端子を、丸い方をこっちにします。はい、はい、ね。素手で端子を持ってハンダすると、あちちになるので。先ほど、予備ハンダした面同士を、
どの長さでつけるか確認してから乗っけます。乗っけながら、さあどうするか、ここ、はい、溶かします。いい位置で、はい、間隙間に小手先入れて、溶けたと思ったら乗っける。でそのまま動かないように固定、あ、ちょっと動かれたで、冷めたら固まってるってことですね。その時にはい、はい、広がってる、端子上下ともに広がってるのが大事ですね。はい、はい、これがしっかりなってる。小島です。あれどうぞ、ね、いいよいいよ、はい、いいよいいよいいよ、お疲れ様です。はいはい、うんうんうん、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 12でいいですってよ、12でいいです、あ、そうそうそう、12でいいですね、はいはい、うん、こだわりない、うん、うん、だからそこに、はい、あ、嘘、ファン使わない、了解了解了解です。ああ、うん、わかりました、わかりました。うん、うん、うん、うん。うん、わかりました。了解です。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ただいまですね、ご依頼主から連絡がありました。内容としては、行くよ、まっちゃん、まっちゃん、まっちゃん、12ゲージで OK、はい、でアンプは裏側、裏で、ファンはつけないで、バッテリーは使い回しで、バッテリー端子、そう、これ流用で、はい、お願いします。微調節をします。そうだね、端子同士の間に小手先を滑り込ませ溶かします。微調節して、はい、冷めた時点で固まりましたかね。下に、はい、地味ですが真面目にやっております。あ、いい感じだね、ここをここ見して、ここ、ここ、このね、広がってる感じ、うん、広がってないのはちょっと芋だね、
ダメハンダ、うん、はい、はい、素晴らしい。はい、12ゲージでお願いします。1本だけこれ使おう。1本だけこれ短くなっちゃうからね。ハハ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 ハ。今回のメーターの経路は真ん中から出します。隠して目立たないスタイルですね。バッテリーが当たらない、はい、バッテリーに当たらないことを確認した。で、電気はカーボンは電気を通すのでカーボンにもぶつからない。はい、はい、どんな大きいピニオンを入れた時でもちっちゃいピニオンを入れた時でも大丈夫。はい、そうだね。はい、はい、一段長くなっちゃう U の方から食べてます。これね、 U の方から長く長く長く飛んだクーラーに回転で U だからここら辺で飛びます。はい、長めに飛びます。一段長い位置なのであと痛くなってくるのでこれ同じ長さに飛びます。はい、同じ長さでモーターの分3本を取ります。これは後でぴったりの長さに切るんですか。最後こっちやってこっちやるときに切るんですか。うん、はい、わかりました。ちなみにバッテリーはバッテリーはアンプからこのような形でやりたいなと思います。へぇー、こっちでやるとまあまあ綺麗なものですけれどもこのままつける、うん、ちょっとプラスとマイナスが逆なんです。うんうんうん、だからこのように綺麗にはこっちのが綺麗なんですけれどもこんな感じで、はい、アンプからバッテリーね、はい、長さになっちゃうんですよね、はい、万が一のことがあったら間違えちゃいそうですね。逆説ですね。だから相手こっちで、はい、相手こっちでまあ色がついてる方を確認しながらやるやつなんで、はい、マッチングアルティファイブは先に万が一をつなげてバッテリー入れてプラチンを繋げる形なんですね。あー、ここね、狭いからね。ここが入らない。あーあーあー、バッテがあることはないっていう、こっちのプラチン。はい、ただ、見た目は、バッテがこっちのところです。はい、なので、これを全部使う感じで残りのテールの半分で切っています。はい、長いのがバッテリーテール、こっちは、はい、アンプの音がつけばいい。でもある方はテープをいっぱい買ってこれをまだまだ合わせるという強めのがいい。レーブ D のヨスケさんですか。レーブ D のヨスケさんですか。ヨスケ、あ、これ何か、うん、ヨスケもやってる。もっともっと自分から言ったんだ。
かかってこれなってこれこれ今度子供が危なかった。そうね、はい、向きはカッターの方がいいんだけどね、まあ、立ち方でハサミなんです。僕もハサミです車の配線はライターです。ライターも買ってね、チェッ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 つってペーって取っちゃいます。こういう細いやつはそれでやっちゃう。そうできない。そう焼けるの。そうっておけば先っぽがばらけないように少しねじっております。ねじねじしちゃうぞ。なんか飲むの、まっちゃん。プレミアムモルツ豚骨ラーメン。豚骨ラーメン飲むんだね。アイチティー。はい。いただきます。あとこれにティー、豚骨通ってました。アレックス。はい。こちらになります。とりあえずアンプリチが出る程度逆だ予備範囲ですね。結構いい絵が撮れてます。いい絵、あれができない。多分道具です道具。違います。学校が全然ダメだ。ああ、量量ね。量なんだ。うん、温まってればいくらでも入ってくるじゃないですか。極論だってもっと吸い上げてここら辺まで入っちゃうじゃないですか。という。某サーキットのね、はい、おはようございます。おはようございます。なっこ山田さんです。山田店長です。そうっす。ちょっと流れます。ちょっとこうドロつける過去に入れます。うん、45だね。まっすぐよりもちょっと こういうところがね、人にまっちゃんに任せるといいところなんですよ。大体でやるところをまっちゃんは真面目にやるの。手元カメラ違うな、ここだな。ちょっと移動します。ここかな、ここだな。違うわ、右からハンダだからこっちだ。あ、水ら。水らだから、ここか。ね、抹茶の特徴としてはね、いちいちね、シミュレーションするの。こうやってやって、こうやってやって、こうやってやるんだなって言ってからやるの。そこですかね、大事なところはね。はい、ケンジさん、格好です。ただ単に格好です。
線が無理して無理なカーブを描いてマウントしない、その意味で裏に止めます。まああとは一応すごい面倒な話をすれば、線が少しでも短い方が抵抗が少ないっていうところもあるんじゃないでしょうか。綺麗な短い配線は何よりも性能もいいんじゃないでしょうか。なんて語っちゃったりしてすいません。溶けたらいい角度持ってって、あ、ちょっと浮いたよ今、大丈夫か。あ、浮いてない。はい、スンと入りました、バッチリです。納得、ありがとうございます。ご納得いただけて何よりでございます。あ、これライブだ。はい、そうなんです。そうなんです、すいません、ライブです。だからあれですよ、おちんちんとか言っちゃダメですよ。言ったそうじゃないですか。なんだ、ライブなんだ。はい、まっちゃんあれだね、モーターを3つやるんだね。逆からこう5個連続でやるんじゃないんだね。へえ、面白い。俺作業スペースの関係からこっちから順番にやる。あ、こだわりやらず順番にやったらいい。あ、1台目2から。あ、オッケーオッケー。はい、そうそうそう、日本一つこっちが違ったら、まあやるね。あの、テラビ違ったらほら、チームトラックライバーだったら、うん、そうだね、そうだね。ジャービスはよくやるんですか。ハンダ付けはよくやるんですか。誰のハンダ付けをやったことあるんですか。ハンダ付け、そう。あ、山田さんお久しぶりって。誰？坂口さん、坂口パパ。おお。龍也パパ。龍也パパ。はい、健二さん。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。じゃあちょっとご挨拶を、ちょっとドアップで行こうかな。あ、すげえドアップ引こう。引きました引きました、大丈夫です。はい、山田さんでした。こんばんは。27。27万人。はい、27万人。結構見てますね。はい、もう全世界なんで、全世界発信で27万人の皆さん。グッ、100点グッズ。タコライスさん、こんばんは。本日はまっちゃんのハンダ付け、ちょっとね、たまに真面目なライブやります。ハンダ付けをお届けしてまいります。今はアンプ奈良付け、奈良付けでもない、はい、芝付けでもない。これがハンダ付けで、ハンダ付けでちゅ、お茶付けでない、お茶付けでもないでちゅ、落ち着け、まっちゃん落ち着け、はい、ほら、まあほらお茶でも飲んで、ほらお茶でも飲んで、はい、だんだんこんな感じで、あー綺麗だね、ここが綺麗だね、ここ行きましょう。こっち来るかな、ありがとう。どうぞ。ちょっと一歩取っていいですか。どうぞ。はい、ここからなんで、ちょっとお休みさせます。はい、暑い、うん、はい、あっちっちなんで、時々がちばけば一見見えないように。うん、まっちゃんは森ハンダしないんだ。森ハンダ断食いるからね。だからライブだからダメじゃないよ。ピーね、ピー、あ、と断食ピー入れといてください。キャパチカーとか、あと、うん、ヨーマタンが、うん、でチケーをつけてるんですよ。はい、だからいろいろつけたりするんで、はい、ドキドキドキだから休ませながら、ね、
ちょっと硬いね、12ゲージだからちゃんとちょっと抜いてあげるとほら、バッチリになるバッチリになる、はい、OK、 うん、線を見せない、あの文字を見せなかったの、文字を隠したの、こういう風に見えるようになるんでね、文字が見えないようにつけたんですかね、うん、ということなりの、まあ、ありますけどね、文字が見えちゃうけど、けどバラバラになっちゃうのとね、ほら、そう、バラバラになってるのが気になっちゃう、もったいない、というのも、R に合わせてる、そうね、はい、これが車体に乗せ、車体に乗せた時のR、この線のしなりの向きが同じ方向になってる方がかっこいい、ありがとうございますね、まっちゃんさん、まっちゃんバンされろ、まっちゃんバンされろって坂口さんが言った、坂口さん、坂口健二さん、健二さん、リヤ君パパ、うん、バンされろって、一回穴通してみましょうか、穴通すの、見てみなちゃう、穴にズボッと入れちゃうの、うん、入れちゃおうか、うーなーさんが、はい、結構太いので、はい、入るかどうかわからない、そうだね、うん、痛いって言うかもしれない、いや5本きついんだよ、あそこ、あそこきついんだよね、はい、痛い、入れた、はい、入れた、うん、中に入ってた方がかっこいいと思うんだけどね、はい、うん、ちょっとやってみまっちゅ、落ちじゅけだから3と2にするだよね、多分ね、あこの時ね、このそうだよね、に、うん、3つ2つでそうだよね、行くぞ、大丈夫だ、いいよいいよいいよ、あはだだだだだ、焦る焦るな、焦るな、松山落ち着け落ち着け、待って、落ち着け落ち着け、ちょっとなんかちょっとあれなんかあれほら滑るやつ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 塗って、はいはい、大騒ぎ、そう入れるだけじゃねえだろ、入れたり抜いたり、こすってこす、はい、どんなハゲ作ったらダメで、はい、タコライスさん、ハンダは台の苦手なので綺麗に綺麗にできる人見ると憧れちゃいます、はい、松山さんに憧れないようにしてください、はい、そうなんだよな、ここつけないです、ここだけ当たっちゃって痛いって言ってたって言うんで、ここだけ、ただね、できるだけオーナーさんのあのオーダーでできるだけ上にって、できるだけ高いとこアンプ、うん、それは、ね、あのつけながら上手にやっていきます、はい、はい、こういう角度やっぱり角度せっかくなのでやる、ちょっとやります、もうちょい縦か、はい、うん、シミュレーションですね、シミュレーション、ちょっと違う、うん、できるね、これ、まあ、うん、全然入ったね、うん、はい、であとはコツがあるんだけど、角度よりも真上から見た時の角度、うん、もうちょっと縮めていくとかっこよくなるこのね、この配線の付け方をね、外は内側に向かってね、やってます、うん、もうちょっとやったほうがいいこだわり出すとキリがないやつですね、このタイヤはどういうことですかね、このタイヤ、いい感じにいってますね、いっちゃってますね、
バンバンまあほぼあのワイヤーが出てるようなタイヤってことですね。ちなみにこれはただいま、アンプの冷える待ち&まっちゃんが一服中です。ちょそんなアップ結構アップだから見えてないんだよ。はい、どうぞ吸ってくださいって言ったの今。これここにどうぞ、まっちゃん。またちょっとね、あの角度を変えるってことで今乗せながらシミュレーションしてます。シミュレーションしてます。まっちゃん逆だよ。まっちゃん、まっちゃん逆だよ。角度、角度下だよ。今こうなってたから、アンプが浮いてる。ほら、もっと。アンプをできるだけここよりもここに持ってきたい。ここよりもここに。そしたら。こうなってたらこうすんじゃねえ。こうする。あー、なるほど。もっと上見てるためにそしたら下にここから曲がり角度かな。そうだね、そうだね。そう、だから角度を赤くって横だけ入る。あー、オッケーオッケー、そっちね。そういう感じ。まあ逆だと思ったけど、でもね、ね了解です、はい、シガールさん、ペペをそうですね、ペペはね、自然に優しい、なんだっけ、海藻成分 100% らしいんでねSDGs ですよ。そうそうそう、よくわかんないけど、まあ、あの口の中入っても大丈夫なんですよ。それダメなやつ。もうね、午後7時だからしょうがないですね、それはね、ありです。そう、科学のものはダメですからね。口に入れても大丈夫そう、口入れても大丈夫なんだよって言われたことがあって、お口の恋人はい、入念なシミュレーションですね。ここでね、まあいっかって言ってやめないところ、何度でも何度でもこうやるところ、そこら辺がね、なんかやっぱり仕上がり、ちょうどよく入りました。奥まで、奥まで入りました。奥まで。ちょっとプレートに一番今後ろに下げてばって、ちょっと上に上げて、ちょっと上げてもらえてるかどうか。はい。その様子をまたフワちゃんライブで流すっていうね。ライブは流してないフワちゃんライブ行った時にはもうあれだよ、もうおちんちんおちんちんって連チャンするよ人のチャンネル汚しバンされる。いや、どうなんでしょうね、
ね、陰形陰形モーターのコネクタをつけます。はい。キャパシタ後。へえ。あれか、寝かすの？冷やす、冷ますの？あ、違うな。一番熱いところ、ちょっと離れてやると効率いい。オッケーです。うん、冷ます意味ね。連続だとね、ヒーヒー言っちゃうからね。こだわりの配線です。もういいじゃん。おお、ちょっと手離して、手邪魔、手邪魔。あ、いいじゃんそれ、七三分けみたい。六四分けか。はい、とっても良い。あれ、あっちにも書いてあるよ。アメブロ。アメブロ。アメブロ昨日ですよね。そうそう。そうなんだ。さ、やめることねえじゃんかよ。やりましょう。もっと。まあ、のんびりやっていくようで。のんびりやりましょうよ。あ、そう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 。趣味なんだ。うん。でもなんか新しいことやりたいなって書いてありましたけどね。あ、ありましたありました。新しい趣味。うん。釣りだな、釣り。実写実写か。危ないですよ。一緒危ない。危ないですよ。うん。この前もほら。でしょ？危ないでしょ？危ないじゃん。ぶつけたら笑ってらんないですからね。危ないなってやめたの。これ危ないなって。ああああああ。これ危ないって。今ね、シミュレーションタイムです。もう何しろその、あ、長さもね、そのまま固定してチョッキチョッキ、うんうんうん、でシミュレーションしてます。あっちゃん、やっぱ夜もシミュレーションしてくらいで、まっちゃん、聞こえないふりしないの。夜も、夜夜夜もちゃんとシミュレーションして入れるの。こうしてちゃんとイメトレが必ずやります。イメトレはやるこの方が緊張しないし、相手を何だろうね、市販できます。市販できます。バカだな。普通のことですよ。はい、わかりました。落ち着け。できなければ、はい、うん、支配できません。残れなければ野生か。調べる方はね、ハイエースの中で事故ってるんだし、もうそろそろやめようかそれ。あれ大関係も全部打たへくなる。うん、
ある体感で絶対に通った有名な方で、はい、だんだん勢いに乗ってる方、はい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 、その方は YouTube でやってます。はい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 。1回戦誰とやった人ですか？1回戦誰と戦った人ですか？いいマッチェン。はい、わかりました。じゃあ、はい、待て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 、はいはいはい、はい、予備ハンダです。線線が川線が皮かぶってるから皮を剥いてで予備のハンダをしております。伸び伸びた、はい、伸び伸びた、僕伸びた。はい、ちゃんと奥までね、奥まで入れてハンダします。奥まで入れて、はいはい、何にしても奥までが大事です。奥まで入れて合体、はい、このゴムはどこで売ってるんですか？コンビニで売ってるやつですか？ゴム。相模オリジナル。相模。相模。0.3mm。分厚いわ。0.3mm は分厚いわ。切れちゃいます。なのでゴムはいっぱい持ってます。ゴム持ち歩いてんだ。ゴム財布に入れてんじゃないの？高校生。あ、ゴムだらけだ。ゴムだらけ。はい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 。これ見していいの？メーカーはあえて見てないんですよ。メーカー見せないね。これでいい？相模ですよね。相模さんですね。はい、相模ダイソーさん。相模ダイソーさんの、はい、終わり、はい、アドリッチできれたから安いところできないように。そうだね、はい、できる確率は高いですよね。質より量、下手なものだと、はい、質より量、周りに迷惑をかけない。何時に帰る？聞いてない。何？何？あ、ここでは言えない。多分ライブで言えないって。はい、今予備ハンダ中ですね。端子予備ハンダ。予備ハンダして、あ、まだあったかい熱が残ってるうちに再利用して行っちゃいましょうと。奥まで入れて固定。のまま動かさない。冷えたところで外します。はい、予備ハンダから一連のやつ、怒らない、怒らない。あ、宣伝してもらった、ありがとうございます、うん、宣伝してもらった。リンクから飛んでくださいね。やるとは思わなかったのに、距離値上げて行こうと思ったの。何て言うか、お母さんびっくりさせようと思ったの。小野さん見てる？見てないです。小野さん仕事中で、うん、仕事中で、ね、もしかして来るかもって言ってた。ラスイチ、ラスイチいただきます。これ、まっちゃん見て、これまっちゃん、
そんなやってる場合じゃない。ほらこれこれはないわこれ。ほら焼き焼き焼き入れて焼き。はいどうも。ちょっと香ばしい匂いしたよ。鉛に中毒になるよ。ね、やっぱりハンダが見えちゃってるのでチーズをつけます。あ、そうなんだ。あ、夏休み、あ、夏休み、ボムもかけます。ボーカルのバイデカ、あ、夏休み、チューブね、チューブね。夏といえば、YouTube、チューブ。このライブは YouTube。 うわっ、ちなみに俺生活はやってなくて、うん、家に帰りだけのところに今来たけれどもね、帰宅部ははははじゃねえよいや、誰も笑えないから腕がバレたの。 OK OK OK、 そういうことない。そうだね。はい、チューブ、熱収縮チューブを切っております。熱収縮チューブ直近直近、またこれも、あー、ちょっとした長さの違いで一生懸命整えておりますね。熱で縮まるのにもかかわらず、あ、あるね。オッケー。なんか風景がいる方がいいって言われてましたけど、あー、ね、ライターで十分です。ライターで十分だよね。本当風景がいる方がいいんですけどね。全部回るらしいね、熱がね。綺麗に縮む。うん、でこれ出てるの。ライターは一箇所から縮むからね。そう、その分手でくるくる回してあげれば、ちなみにチューブでもね、メーカーによってもやりやチューブとやりにくいのがある。アニマチュー今こうなってくれ、縮んでくれなかったのに、うんうんうん、変にこう時間かけて割りちゃったりします。ああ、いつも買うとこの木箱のとこ、これはいつも買うとこの木箱の。どこで買うんですか。どこで買うんですか。秋葉原。秋葉原。秋葉原ってさ、秋葉原。まあ、はいはいはい。外装いろんなもの売ってます。役に立つものが。どこですか。秋月電電子様ですか。秋月。え、松山さんなんか LED 屋さん始めるっていう噂があるんですか。はい、ゆうきくんに対抗して LED 屋さん始めるんですか。いや、昔からやってます LED 屋さん。はい、でもエクチードをやるんですか今は。そうですね、エクチードさんのライトに切れちゃったりした時は、たまにだけ交換してたなって感じですね。メーカーに直ってもらうよりは手でやった方が早い本当は冷凍館に送って直ってもらったわけです。はい、普通の方は直してもらいましょう。はい、ターシンこんばんは。ターシンはいいよ。ターシン、ターシン、俺がサードだって。サード、そうそうそう、フォース、フォース忙しいね、大変だね。いい子ですよね。
食べれば食べるほど甘くて可愛いこと目がコリコリってて。そうだね、沖縄、沖縄の子なんでね、沖縄人です。確かターシンの本名知ってる？ターシンの本名前聞いたんだけど忘れた？言わない方がいけないんですか？世間に叩かれる。そうだよ、はい、本人はやっぱりすごいかっこいい名前なんですか？そうだっけ、タカラ、タカラなんつんだっけ、かっこいい名前、うん、はい、はい、プラスのコードに黄色を巻いてあげました。はい、はい、なんとも言えないな。いや、もう一回こっち、こっちにやって若干ね、でマイナスをね、ここ一旦ここでマイナスをつけるんじゃん、つけてこうしてプラスをつける、うん、なのかこっちでマイナスプラスを先につけて、なんかあんまプラスを先につけるのは気持ちが良くないね、マイナス先がいいね、基本的にマイナスの方がいいかもしれない。うん、あまりいい格好しない方がいい、ピンクになっちゃうんで、はい、余裕持った長さでね、はい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 、いい格好を覚えてます。待つ、ただ12ゲージ、14ゲージになるとまた変わってくる。そうだね、取り回しがしやすいのが14、コードが太いのが12、1ゲージが一番太いみたいな意味で、うん、鈴鹿さん、鈴鹿さん、スチャさん、わかんねえよ、鈴鹿です、こんばんは、はじめまして、どうもはじめまして、はい、ご挨拶して。鈴鹿さん、なんかコメントあったんですか？そうだよ、はいはい、あ、はじめまして、あ、新潟の、あ、そうなの、新潟の MRC タウンのところの、うん、ピンクの、うん、トゲーです、あ、そうなんだ。だってこの、あ、新潟 MRC YouTube、 おーおーおーおお、ね、やったねやったね、はい、うん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 、女の子、はい、女の子、そうです、あの中学生のドレッサーで、あー、見た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 、あ、すごい勢いがある、おお、普通に走ってます、うん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 、だからこっち来るだったらなんかパパと親子でやってる、親子でやってるのね、自分の人のところまで興味を持ってくれる人は貴重ですよ、貴重だね、うん、がバッテリーコネクタをつけます、つけます、ちょっと回数が違うんですけど、
軽くね。はい。たまにね、くちゃって跳ね返って焼けてきたことあります。顔に近づけないでやりましょうってことですかね。まっちゃん、中学生の女の子見てるんだからあれだよ、下ネタダメだからね、下ネタ。わかった。え、中学生の女の子見てるんだから下ネタはダメだよって。言ってないね。まっちゃんは下ネタ言わないので有名だよね。気まじめだね。はい、気まじめ。そうだね。ゆえゆえさんもこんばんは。あ、すちゃん、すちゃん大丈夫ですよって。あのおじさんの下ネタってね、あのすごい内輪でね、あのなんつうんだろう、下品な笑いになるんで、まあやめときましょう。ゴー。そっちか。誰か突っ込んでよ。ああ、そうっすね。誰か突っ込んで。そのぐらい寒いぐらいでちょうどいいんじゃない？あっちいんでしょ？はい。あっちいんだから、ちょっとほら、寒いぐらいでちょうどいいじゃん。どうできる？あ、今まで食べてなかった、ちょっと疲れたから。プラスとマイナス逆につけときね。うん。だから赤くしとくとかね。うん。そこにプラスつけとけばいいんだよ。いたずら、いたずら、いたずらしよう一個。ああ、形を今整えましたね。形を整えたんでしょ。そうですね。これ引っかかって、できない場合は、はい。これさ、これどこの小手先なの？小手先。これ綺麗じゃん。焼け色が、焼けた色が。いや、焼け色は綺麗なんだけど、本当は温度が高すぎる。ダメダメこれ。ボリュームで、なんかできるのがある。ボリュームで温度調節ができるやつのがいい。ボリュームじゃなくて中性の。これなんかあれ、エトンワークスさんみたい。エトンワークスさん。あ、マフラー、マフラー。エトンワークスさん、サーキットの手になる、手になりますね。綺麗なサーキットがオープンしますね。そうですね、1回と言わずにね。多分江藤さんは多分女性がいるんで、まっちゃんはすぐ行きます。一人と言うのどうせ持ってないんだけどいいですか。一人何？一人とどうせ持ってないんだけどいいですか。一人いいボディ持ってないけど。一人とストリートな、ストリートな。あのカッコ悪いシルビアで行けばいいじゃん。カッコ悪いシルビア、緑のシルビア。悪いが余計です。だってかっこいい。トラウマになってるんですよ。ストリートボディを見るためにピコってなります。最高だよねあれね。俺たまげたもんマジで。ストリートとノーマルとはまた違って、ストリートはね、ストリートファイター2で十分です。
いいんだよ、レーサーでも行っていいんだよ、何でもいいんだよ。はい、ああ、ああ、ああ、はい、いいんじゃない、いいんじゃない。それでプラスをうまく入れます。ここなんね、すげえ綺麗じゃんこれ。ちょっと待って、あ、これいいじゃん。もう雪降ってんの？ほっか。いけるかな。なんか、寄り付けオートワークの皆さんと、なんか日本だったりと、っていう話があるんですけど。あ、そうなんだ。あー。いつ ?1、2、3。1日、2日、3日？いや、まだ、決まってない。MRC さんと、どこ？ MRC さんと、ロールカード対策だね。うん、そこに、一度じゃなくて、ちょっと、会いたかったら、これ来てくれないかみたいな感じで。うん。マーさんね。だから、メールって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 、メールが来た。すごいね、会いたがられるんだな。俺も会いたがられたいな。うん、そうだね。会いたがられる存在になりたいね。会いたいでちゅって言われたいね。うん、そうだよ。お、硬いね、それハンダ。まあ、前のハンダを落としてます。前のハンダ落とし終わったので、予備ハンダ。こうじゃない？あ、ごめん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 。まあいいや、ごめんごめん。あっちだな、あっちだな。あ、それ目だ。今からプラスの部分に赤い収縮チューブを入れようとしてるんですが、だったら先にこっから入れて、この熱が通んない遠くの方に置いといて、ハンダしてからスーって持ってくればいいのに、まっちゃんは後から入れる。はい、
て、ボーリング、うん、で、分かりやすく絶対間違いないようにする配慮も大事ですね。はい、思いやりですね、思いやり。誰でも間違いないのが一番ありえんですね。誰でも過ちはある。まっちゃんも過ちあったんですか？あります。どんな過ちですか？どんな過ち？いいんじゃない、まっちゃん言っても別に。だってイメージダウンって、イメージだって一番下じゃん、今どん底じゃん、どん底。あなたのイメージはどん底だから、それ以下はない。I am どん底。どん底。 You are どん底。はい、バッテリー完了です。バッテリー、バッテリー電源が入るか確認します。ごめん、ちょっとバッテリーあんの、はい、電源バッチリ。ね、これ取れちゃった。壊した。あ、こちら壊した。うん、壊したね。あ、すいません、エクシードさんのキャンバーゲージ。エクシード、はい、エクシードさんのキャンバーゲージ。あ、こちらに壊れました。はい、私今壊しました、すいませんでした。これでいいんだろ。これがいいんだよね、本当に。これがつけた方がいいからやっぱりね、また強いこれつけた方がいいけどね。あ、まあね、ね、うん、あー、これかわいいな、こうなってんだ。12?11 か、あ、そうだね。とうとう12、13度を使うようになったんだ。はいはいはい。あー、これちょっとこの窓が可愛いな、窓が。待って、15度、10度、5度、0度、はい、終わり。キャンバーゲージ遊び終わり。あ、鈴鹿ちゃん、鈴鹿ちゃん会いたいでちゅう、会いたいでちゅう。ほら、高木事件時間に来たんじゃないですか、これ。エトワークスさんみたい、チタンか、チタンみたいじゃん、はい、そう。まっちゃん、まっちゃん手が綺麗です。だってすごいじゃん。まあ綺麗な手じゃないとね。それそれ、うん、そう、はい、はい、終わりです。ちょっと待って、スチャさんが鈴鹿さんでしょ、はい、で、ここにも鈴鹿さん、あ、鈴鹿さんはあれだ、2つあるんだ、ID で、会いたいで中だって。あー、名前変えたんで、名前変えましたって。鈴鹿ちゃんが、あ、表示がね、あー、そういうことね、表示名変えたんですね。 OK です、OK です。あ、開けてみてます。え？
何、まあいいんだけど、会いに来いって MRC さんに会いに来いって言う、鈴香ちゃん、鈴香ちゃんが言ってるよ。MRC の早時間でなかなか来ないな、ちょっと言ってたって言うMRC の誰さんが早さんね、うん、バッタはね、ことが言うんだろうな。山下ここだって、ここ高取ったくないんだ、ここ悪いじゃないですか、怒られますよ、こんなことね、こんなのといいじゃない、こんなだらけ一番怖いところに取り去れますよ、おあれじゃあケツがプリって止まるんじゃない、これでペッて、ブランブラン、下ネタか、下ネタかよ、はい、すいません、いろんな人が見てます、はい、そうですね、トリフトするたびに横に止まるんじゃないか、それ返すときのこいっこい、かけっこする、そういいじゃない、そうだね、うん、いや、やるよ、やるよ、やるよセンサー、センサーも通るんだよ、センサーケーブルね、これが通るんだよ、この何言ってんの、ケーブル、あ、ケーブル、まあね、細い線だからね、短くしたいよね、センターがあるんですけど、いっぱいボディを持ってます、うん、その中でちょうどこれだと、これだとちょっと向かってきます、ここら辺だね、だからピッコのちょっと中のこういう感じだと思って向かってきます、あーギリギリいけるかな、はい、うん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 、もうただが電子フォームで考えなきゃいけない、はい、なのであこちゃんからもらったものはちょっと最高じゃん、ここに置いてもいいんだよ、モーター、ぴったり、おお、ぴったり、はい、ぴったり、ああ FRD、 そう FRD サイズだね、 FRD のリア、いやでもそれだとちょっと足りなくなるんだよね、 FRD のリアアンプってね、これはピカタです、メーカーのピカタでケーブルです、最高級送信機メーカーじゃないですか、メーカーケーブル、メーカーこだわりありますね、アキュバンス、まあ、こういう感じの、あ、はい、まあ、それはこれでこだわりじゃないね、アキュバンスだったら安心なんじゃないの、ヤブ社長お世話になっております、なんちゃってそのね、ごますりは良くない、アンプに飛びがたらっているので一回エアかけます、はい、いってらっしゃい、結構、ね、やった方がいいです、センサーケーブル付け替えるときには、掃除しろと、掃除しろと言ってました、あ、これは落ちるとこじゃない、じゃあ私はサイレンタイヤのステッカーを、これ切れてんのかな、切れてんだ、あー切り出ししようと思ったけど切れてるんで別にしません、しません、あとね内緒の部品、これこれをね今日ちょっと使ってみようかな、新型 18T ケツかきギアセット、ケツ書いちゃおうかなと、
リジットアクセルセット、まああのなんだソリッドデフの件ですかね、これはね、です。ソリッドデフちょっと作ってみましょう。昨日僕も秀樹さゆりさんハンダやったな、 RDX のモーター位置前も試したくなって最終元に戻しましたがRDX のモーター位置前か、なんかフロントがね、あの強くなる、フロントが重視の時に、やったりしますよね、やったりするそうですよね。なんだっけ、この前の KOC でも誰だっけ、あ、もう忘れちゃったな、全然何の話か分かんない、何言ってんだ僕は。まあなんかいろんな方がいらっしゃるんでね、いろんなセッティングがあるとは思うんですが、まあ前側もね、前側ってちょっとかっこいいな、イメージとして。上にするとなんかね、いかにもなんかね、リアばっか考えてますみたいな感じ。それが上にすることによって、なんだろう、やっぱ旋回がとかね、フロントがとか、いろいろこだわってるように見えちゃったりしますよね。ソリッドデフってこんな感じでいいのかい、まっちゃん。これで。ちょっと借りるよ。はい、ソリッドアクセル完成です。そしてこの後にリングギアをつけるってことですかね。なんかせっかく RDX ね、モーター位置前やったんだったら、前でね1週間とかこう煮詰めて見てもよかったんじゃないかなって。まあ結果はなんかそういう話です。僕は前も前ですごいいいところがあるはずだし、後ろも後ろでいいとこあるはずだし、ねっ、GRK5 にもいいとこあるだろうし、 GRK エボにもいいとこあるだろうし、そういった部分ではね、少し腰を据えていろいろやってみたらどうかななんて思っちゃったりしますけど、しますけど、知らんけど。あ、取っちゃうんだ、キャパシタ。へー。
何、新しいコード使うの？新しいコード使うの？あー、オッケー。サーボは前にしてみました。まあそうですよね、ね、全部が全部後ろに持ってくってなんかね、なんか違うんじゃないかというかね。僕も比較的サーボ前です、 RDX は。まあ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 、単純にサーボバックは絶対強いのは分かってるんですけども、でもね、あえてのってあるじゃないですかね。だからサーボ前もいいかなって思いますよね。サーボ前のモーター前だったら、結構フロントモリモリマシンになるんじゃないかなって、それはそれでかっこいいなって思いますよね。まあ地方地方ね、関東地方、東北地方、どこ地方によってもね、あのスタイルは違うんで、一概にね、どの車がどういう風にした方が強いとかそういう話難しいかもしれないんだけど、あえて今ね僕が言ってしまうと、私ごときがね言ってしまうとあれなんですが、いやー、まあフロントある車だねっていうことにね、基本的に僕が作る車だいたいフロントいないねって言われるパターンなんで、フロントいるねっていう車憧れますよね。だからまあこだわりの車ってそっちなのかなって思っちゃいますよね。僕もサーボモーター前にしました。さすがでございます。この方知ってる？リキヨッシーさん。RDX モーター結構前が多いですね。あれ、一番タイプは何て書いてあるのか。私はプロポを前に出しました。鈴香ちゃん。そうだね、タッションスタイルだね。はい、リク君、はい、やってください。今日はリアのアッパーアーム取り付け位置変更です。リアのアッパーアーム取り付け位置変更、なんかすごい楽しそうですね。楽しげにやっております。一個一個ね、テーマを持ってやるとやっぱ楽しいはずですよね。そう、課題、想像して妄想してやってみて、結果が出て、じゃあどうしようかまた考えて、おかげで日曜はベスト16に負けました。残れました。おめでとうございます。リキヨッシーさんは実力者なので、まあ何やってもね、指でカバーできる方だということで、16残れば、何リキヨッシーさんって僕知ってる方ですよね。16残れたってね。はいはいはい、だからそう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 、16残れた。あっあ
そうだからまあもともとね、うん、もともと何やってても別にね、前にしようが後ろにしようが別に残れる方ね、ちゃんと走れれば残れる方、うん、っていうことなんですよね。知ってますよ。プロデューサー、もっといわゆるドライバーで、バーブラドリフトに出てきたドライバーで、それやばしたかん。ダメだよ、自分で答え言っちゃう。まっちゃん、これね、これ。これ誰だかわかる？トリー。ああ、そうそうそう。リキさん、リキさん。リキさんはチョリさん。あの、生きる頃の、そういうケミーが人々ですね。そうですね。じゃあ自分でボケて自分で答え言っちゃうから。そう、あんまり分かってくれないともう我慢できなくて言っちゃう。すぐ言っちゃうから。サーボもモーターも前にしました。それ、うん、それができねえ。その線を抜くのができねえ。秀樹さん、今やってないのリア足、超短足。超短足楽しいっすよ。超短足は一回お試しあれって感じです。アーム？うん。一回短足やっちゃうともう逃げらんない。ああ、もう味を占めちゃいました、うん、俺も超短足だから。はい、はい。ね、超短足はね、楽？その代わり動きが速くなるからカクつくかもしれない。カクカクしかじかって言われちゃうかもしれない、ね、名古屋で言うとね。それはアンストジャイルで抑え込んだら最強です。確かに名古屋でもカクカクしかじか言うけど、サムカーでも結構カクカクしかじかって使われてたんですよね。サムカーのあの星宮さん審査のやつ、うん、カクカクしかじかって、まあ、かっこよくないですからね。うん、うん、これはグローです。あ、グローですか。あの安いやつ980円です。あ、そうなんですか。おー、980円今。安い。神山の店員に騙されて神戸とか送られてプルーのあ、プルーの結構買ったんだ。俺プルームじゃないからプルームいないな。まっちゃんもプルームじゃん。まっちゃん、まっちゃん何吸ってんの？まっちゃん何吸ってんの？何吸ってんの？チックビーバカ。本当は何？本当は何？本当は何？タイマとか。うるせえ、タイマやめろ。お前ほんとやめろよ、タイマとかそういうのは。プラプラとなっちゃう。 短いっすね、タオ。あと何、あと何吸ってんの？あー、アイコスだ。ゆうこちゃん、ゆうこちゃん、ヨークシャーテリア、テリアだ。かわいいことね。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。あんまりタバコに、タバコのボックス入ってる見たことない。え？で、まだ慣れてねえんだよ、慣れてねえの。俺が言ったよ、代わりに。あ、こちら何してくれるのか。なんで、大きな声で言わないのか。何、言って聞いて。あ、こちら何してくれる、何飲んでる。母乳。逆に聞こえなくても伝わるからね。微妙に聞こえなくても聞こえなくても声になるよね。でも分かったでしょ。え、俺分かんない。あ、本当に分かんない。分かってんじゃねえかよ、バカバカ。
吸うのは、吸うのはそれ、そう、吸うのはそれ、飲むのはそれ。セントレアに何？セントレアの近くにあるの？上野動物園？上野動物園？92.5 まあいいよ、なんかまあ吸いなよ、吸いたい放題吸いなよ。何年目？2年目だと思うよ、うん、そう、おかげさまで、なんかちょうだい。あぶねーよー、バーカバーカ。そっか、あ、そうなんですね、ちょうど同じぐらいか。うん、8月オープンですね。そうか、あで2年目で名古屋で吉羽さんと対戦ですか。この前まさにおお、大事なとこね。初めて来たときに、いやちょっと初めてのタッチとなかなかちょっとドキドキするなと思って、長谷川さんが言ったら、まっちゃんだった。おお、あれまっちゃんじゃん。終わる、はい、うん、やんない。ああ、俺終わった。終わった後話がある。終わった後話がある。終わった後話がある。内緒の話だよ。いやまっちゃんの、まっちゃんの悪口だから言えねえよ。黙るなよ、リアルか。あー、受信機ギリギリだ。男子内側、うん、そう、ちょっとエクストリームなやつ。まあね、年中買える人と、あの買えるの少ない人と、うん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 、これでおっしゃって
ここら辺、うん、そうそう、そこら辺、そこら辺いるだってからいる、うん、この方はいる、そうなの、シュジーさん、まっちゃんの取り回しとっても綺麗、美しいですね。まあまあそうですね、まあまあですよ、まあ結局ね、先日ね、すごいボディが作るのが上手な方と話した時も話したんですが、結局みんなできるんですよ、実際はみんなできるんだけど、途中でなんつうの、妥協して終わらせるのか、それとも最後まで妥協せずに何度もきっちりやってぴっちり合わせるのか、ボディの方もね、ハンダの方もね、まあそういう話だと思うんですよね。だから気持ちの問題ね。まあ結果、まっちゃんのハンダは綺麗です。そうですね、それは間違いないですよね。最低限ね、大した道具使ってるわけじゃないし、みんな条件は一緒だと思うんですよね。その中でどこまでやれるのか、ゆうえいさんおかえりなさい。もうすっかり出来上がっております。はい、ちょっと今ね、なんだろう、電圧計か、デジタル電圧計をつけてる最中なんですが、ほぼ仕上げです。一応このモーターのコード、ここの3本ね、この3本見づらいな、この3本、この3本がモーターの方に落ち込んで、この見えづらいところ、大体普通の方はここら辺とかに行くんですけれども、グワグワって行くんですけれども、下に落とし込んで見えないところ、そしてバッテリーの端子、バッテリーのコードも下を通って戻ると、
下を通って戻るという感じで綺麗にできております。最後は電圧計を両面テープでペトッとするだけです。ペトッと電圧入った？表示できた？まあ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 、主治医さんも僕もノリスケさんもまっちゃんもね、みんな妥協するんですよ。どっかで妥協するんですけど、その妥協ポイントの高さだと思うんですよね。だから主治医さんも何しろもう今日は1日かけてきっちりハンダをやるんだって最初に決めてね、それでやれば妥協点は高くなりますよね。そういうことだと思っております。だいたいみんなできるんだから、ちゃんとやれば。例えば人からお金をもらうとかね、そうした時に仕事でだと思えばやっぱりやるじゃないですか。そういう部分もあるとは思います。言えません。はい、お願いします。上がります。ただグリップ界隈の全日本行くような人たちに言わせればドリフトでぐらいで別にそんな簡単に壊れねえよって。グリップとかって食う中で思いっきり開けたりしてこうなんていうの、負荷かけるじゃないですか。そういうためのもんだったりするもんだよっていう人たちもいます。うん、ただバーン勢ではやっぱりファンつけてっていう人はバーン先生、僕の中のバーン先生が何人かいるんですけど、の中の方たちはやっぱりファンつけてほしいな、うん、モーターもファンつけてほしいなって言われますよね。確かに、うん、うん、そうなんですよ。バーに関して言うと綺麗に入ってるとアンプはそんなに言わなくて、むしろバッテリーあちちだ、急激な過放電だからそのうちバッテリーに対してもファンも導入されるのかなと。おーうん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 、まだいない、これから出るのかどうなのかってとこですよね。うんうんうん、ゆえゆえさんからアンプを止めるのに固定するのにご機嫌な両面テープありますか。ゴリラ、まっちゃんは、まっちゃんは、松山、はい、聞こえないふりです。 3M 住友さんですね。あ、そのどっちかと間違いない、間違いない。でも強力なのつけすぎると取れないですよね。そうなんですよね、強力なのつけすぎると取れないっていうのもあるし、で僕は初期でうん、初期で接着力弱い時に、そうなんですよね、当たり外れって 3M でも種類があるじゃないですか、いろいろ種類があって、それに関しても接着力粘着力の件があるし、さらに初期って大体接着力弱いんで僕はこれをよくやります。
とりあえずギュンギュンに巻いておく。ギュンギュンに巻いておいて1日2日、ね、接着が安定するまではこういうグラステープとかなんとか使って強めに巻いちゃったりします。強めに巻いて置いたりします。で、あとそのあれ線の取り回しでアンプに無理やりの力がかかってるとね、両面がに負担がかかってる状態になるんで、その線の取り出す向き、無理がない向きで出してあげる。でギュッとね、ギュッとこのテープで押さえといてあげて1日2日したら切って取るれば、接着力も安定するかなって思いますよね。知ってる？そう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 、そう、それ、うん、ね、伸びにくい、伸びにくいテープでした。はい、うん、受信地 OK、 ピンをつけといてください。はい、どうしますか、どういうこと。あと地域のジャイルのライトチャートフォームはまだ作らない、まだ作らない方がいいです。ああ、うん、うん、つけなくて大丈夫。じゃあそれ、今ハンダ付けライブをしたので、この後はハンダ取りライブをやります。今つけたハンダを全部外していきます。ハンダつけたでしょ。だからこの後に僕がライブでハンダを外していく、全部。いいね、いいね、つけたり外したり、 いっぱい楽しめる。 EDP 行かない、 EDP 行かない。そうですね、熱に強いタイプだから 3M さんの熱に強い、なんかね、強粘着とか超強粘着とかいろいろあるんですよね。だからそこら辺は毎度同じものを使ったらって思います。で、今私がなんかコンビニじゃないや、ホームセンターとかですぐ手に入るってことで、ゴリラ、やたらゴリラ使ってます。で、ゴリラのいけないところは分厚いんすよね。分厚いからいけないところもいいところもあるんですけれども、よしあしなんですけども、うん、ぴったり薄すぎても、結構もし外すときに薄いものを入れてね、粘着切って取るときにはちょっと厚い方が楽だし、暑いからちょっと動くから、それでそこからね、だん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 弱くなって剥がれてきちゃうっていうのもあるだろうし、なんとも言えないところはあります。凹凸あると薄すぎる場合なんですか。凹凸あって薄すぎるのやばいですもんね。うん、そういう時には少し厚めのものの方がやっぱ入りやすいでしょうし、何種類かお持ちになられたらいいと思うんですよ。で、ジャイロを乗せるときにもね、薄いので乗せた方がハンチング出ないのかとか、厚いのを乗せた方がハンチング出ないのかとか、その車によって違いが出ると思うんで、そこら辺はね、いろいろ何種類か両面は多分持っていたらいいんだと思うんです。なんだっけな、 3M VSH とかなんかいろいろあるんですよね。ね、エアロパーツつけるときはこれとかね。ニットさん？ニットタイヤ？04って感じ、イメージ。そう、ニットタイヤ04のイメージ。
あー良さそう良さそう、まあ、あとは回してみてください、ね、うん、今段階では全然いい。オッケー。ではお顔の横に、はい、お顔の横に、はい、てってれー、てってれー。今回力を入れたのがアンプ、いわゆる裏置きで3本のモーターコードが真ん中に入って、真ん中に落ち込んでモーターが見えづらい。でバッテリーコードも真ん中のアッパーデッキ、バーチカルのアッパーデッキ戻ってくると、そこら辺が今回のこだわりのポイントだったそうです。 OK、じゃあまっちゃん最後に面白いこと一言言って。ありがとうございました。面白いことっつったよ、面白いこと。ちょっとあんま出てこないみたいなんで、これで終わりになります。ありがとうございました。まあ長時間ね、まあ2時間か、いろいろ説明しながらちゃちゃ入れながらだったんで2時間かかりましたが、まあ普段の松山さんは1時間ちょっとでね、このレベルのハンダはもうパパッとやっちゃう感じなんですけれども、まああすごいね、ここスイッチ抜いたんだね。すごい。そうだね、はい、うん、というわけでですね、今日はあといつもとはちょっと違う雰囲気ですが、真面目なハンダ付け、ハウトゥーハンダ付け、ラジコンの配線をやってみましたということで、はい、外亀に行きます。はい、はい、けど慣れるか、慣れてもできるんで、ぜひ皆さんチャレンジで感じます。はい、やればできる。やればできる。はい。はい、では、はい、はい、本日はまっちゃんさんとノリスケオートワークスさんと、はい、私、EDP アコがお届けしました。どうもありがとうございました。お疲れ様です。